皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、大人女性にこの冬おすすめのヘアカラーとその施術工程をご紹介していきたいと思います。僕のお客様の施術工程をお見せしながら解説していきたいと思います。では実際にお客様の髪質を見ながら解説していきます。少しね、髪は柔らかめの髪質っていうのと、ボリュームが出なくて少しペタッとしやすいっていう感じです。で、やっぱこう髪の毛にちょっと動きが欲しいということのオーダーで、カラーリングの退色もやっぱり黄色くなりやすい方ですので、今回のオーダーは暗すぎない程よいぐらいの寒色系のカラーがオーダーでした。まずはカラーリング、今回はブルー系の色味で大人の品格を出していこうと思います。入れるお色味はブルーの色味、あとはブルーバイオレット、ナチュラル系のブラウン、この3色を調合してやっていきたいと思います。実際にね、これを塗って15分ぐらい放置すると色味がね結構入ってきます。まあ色味が入ってきて、このぐらい入ってくればシャンプーをしていこうと思います。シャンプーもアミノ酸系のシャンプーを使って、色味の退色を抑えながら優しく洗っていこうと思います。そしてイーラルのねトリートメントで髪の毛の質感調整を行いながら、しっかりとね髪の補修保護をやっていきます。そしてドライヤーでしっかりと乾かしていくと、こんな感じでね、あんまり暗すぎなくて透明感があって、ちょっと大人の品格のあるようなブルー系のお色味になります。次にヘアカットなんですけど、やっぱ毛先のねダメージが気になるっていうのと、あとやっぱりこうペタッとしやすいっていうことだったので、下の長さをねまず5センチぐらいカットさせていただいて、トップにねレイヤーを入れて、少し動きが出やすいような、なるべくねこうシルエット的にはちょっとひし形のシルエットになるようにカットしていきます。そして前髪もスタイリングをしなくてもギリギリ下ろせて流せるぐらいの前髪カットしていって、扱いやすいようなねヘアスタイルにしていきます。カット終了後はこんな感じです。だいぶね毛先のまとまりが良くなってると思います。あとは最後にこうヘアアイロンでスタイリングをして、今回は顔周りと表面の部分は外巻き、あとはね全体的に内巻きにアイロンで巻いていってます。はい、こんな感じで仕上がりました。表面もね動きがしっかりと出て、なおかつね毛先のまとまりで、ちょっとねシルエット的にもひし形のシルエットでふんわりとした大人のヘアスタイルの出来上がりです。今回のねヘアスタイルおすすめな方は、髪の毛がやっぱりペタッとしやすくてボリュームが出ない方、あとはね黄色みにちょっと抜けやすい方だったりとか、ちょっと大人っぽい品があるようなヘアカラーにしたい方におすすめになります。美容室に行かれる際にこのね動画の、まあ、写真でもいいですし、動画をね美容師さんに見せていただいたら、まあ、こういった感じに仕上げていただけるかなと思いますので、ぜひご活用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。